はい、おはようございます。おはようございます。はい、本日なんですけれども、はい。はい。ワイズケンです。初めて聞きましたけど。これなんだか分かる？え？誰ですか？これは、はい、声真似をするおもちゃです。あ、はい、ちょっと後ろ側に、スイッチがあるので、はいはい、ちょっとオンにしてみてください。はい、おお、はい、なんかちょっと喋ってみてください。喋ってくれました。これ子供が声真似とかで使うおもちゃなんだけど、はい、はい、で、あの声真似はできるんだけど、ピアノの演奏をコピーできるのかちょっと検証してみたい。ああ、なるほど。はい、で、何か、犬にまつわる簡単な曲を演奏してもらえたらと思うんですけど、何かありますか？犬にまつわる、犬にまつわる簡単簡単な曲、パッとは出てこないです。じゃあ、犬のおまわりさんとか。あ、じゃあ、ワイズ犬の検証には犬のおまわりさんをちょっと使ってみて、はい、で、ミニコピーの方なんですけど、はい、ボックスの中に犬に関係する曲が入っています。本日は、このおもちゃの検証と、はい、犬に関する曲の耳コピーをやってもらいたいと思います。では早速なんですけど、今日の犬に関係する、曲を1曲決めてもらいたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、フォルテッシマですか？これはですね、はい、ハウンドドッグのフォルテッシモ。フォルテッシモ、はい、知らない。分かんない。はい、では今日はハウンドドッグのフォルテッシモに挑戦してもらいたいと思います。はい、じゃあ片手指でお願いします。いけるね。じゃあ、これ両手でお願いします。はい、じゃあ
できてる。今日早かったね。40分ぐらいだね。